東京ドーム初めてのメインの取材の日によりによって雨なんですよ。これって夢ないっすね。崖っぷちですね。ありがとうございました。いいのか、もうこれは小さいよ、はっきり言って。ありがとうございました。はい。チャンピオンになったり、もともといたチーム辞めたりして激動だったんですけども、まあ、結果はついてきたかなと思ってる反面、まあ、自分自身で本物のチャンピオンになりきれてないかなっていう感じはしますね。この変化がなければチャンピオンになれなかったと思いますし、まあ、LIJ にいた時の自分にだいぶ限界を感じてたんで、 LIJ っていうより内藤哲也と愉快な仲間たちかなっていうイメージなんですよね。あ、ここにいたらチャンピオンになれないなと思って、本物のチャンピオンになりたいんで。そうですね、高校3年生ですね。入門テストしたことは覚えてるんですけど、もう頭が真っ白で、最初の挫折というか、まあ、その挫折が結構自分にいろいろ教えてくれたっていう感じはします。あんま覚えてないんですけど、ああ一人だけすごい人いたなっていうのは覚えてます。内藤哲也なんですよね。高校生の時唯一バイトしたことあるんですよ。まあ、お金のために働くだけだったのがすごい辛くて、あ、これ好きなこと仕事しなきゃ人生あっという間に終わっちゃうなと思って、自分多分プロレスしかできないような気がするんですよね。まあ、いつかは東京ドームのメインに立ちたいとはずっと思ってました。はい。18年前、新日本プロレスの入門テストがありました。落ちた真田がチャンピオン、受かった内藤哲也がチャレンジャー。これ、夢ありませんか？ものすごい雨降ってますね。さっきまで晴れてたじゃないですか。しかも今週、今日しか雨ないんじゃないですか。これも逆に捉えたらすごいことですよね。すごいびしょびしょですもん。こんな格好つけてますけど、夢あるかなこれ。夢ないなこれ。やっぱジンクスっていうのは壊すもののためにあるような気がしてるんで、19年後にプロレス界のナンバーワンのベルトを巻いて、まあ、本気で諦めなければ実現するっていうのは思いましたね。まあ、本気で思ってることを諦めなければこうやってチャンピオンになれるんで。持ってますね。さっきまでめっちゃ雨降ってんのに、さっきスーツ脱いだ瞬間晴れましたからね。最終的にやっぱいい流れですね。自分の人生そんな感じしますね。こう最初は挫折から入り、それを本気で諦めなければ、こうやって今日も雨降ったけど途中諦めたっすけど、これダサいからやめた、ダメだ。途中諦めないで待ってたら晴れてよかったです。ギフトってなんか自分だけハッピーになってもダメですし、相手だけがハッピーになってもダメですし、お互いがハッピーになるのがギフトだと思うんですよね。それがあの試合後のあの絶景に現れてるのかなと思うんですよね。ギフトではなく大合唱を求めていることでしょう。
チャンピオンなのに全く発信しないという新しい景色を見せ続けてくれる真田。やっぱ真田には荷が重すぎるんじゃない？新しい景色って言うのは簡単なんですけども、実際見せるって相当難しいことで、あとはもうツッコミどころを与えたという感じです。内藤さんに突っ込むところがいっぱいあった方が面白いじゃないですか。で、内藤さんはもうある種出来上がってるんですよね。だから突っ込みどころがないというか、でも突っ込みどころがないともう限界なのかなとは思ってますけどね。あんだけ人気あると何やっても許されるんですよ。ある種の洗脳されてるというか、コントロールされてるというか、まあ人間誰しもがこう喋りとか得意ではないじゃないですか。負けを認めるやつが俺一番強いなと思ってるんですよね。強がってないで自分の負けをちゃんとそれを理解した上で前に進むってことが大事だと思うんで、今か未来の方が大事かなと思ってます。今を一生懸命自分は生きてるつもりで、その中でなかなか答えが見つからないというか、まあ、自分で一生懸命生きてるっていうのもダサいですけど、まあ、旗からそう見えたならしょうがないかなとは思ってますね。誰かが作ったレールに乗りたくないんですよ。まあ、そのレール乗っかった方が楽なんですけども、本物になれないなと思ってて、その自分で道を作っていくっていうことがすごい大事かなと思ってます。あともうどこの会場も満員にしたいですね。フェスとかやってみたいですね。その地元新潟でもやってたりとか、プロレス知らない人たちにもプロレスが伝わってくれたらいいなっていうのもありますし、まあ、そういう大観衆の中でギフトやってみたいですね。本気で諦めなければ実現するよっていうことを夢さんに伝わったらいいかなと思っております。運命の頂上決戦、新日本プロレス2024年 1.4 レッスルキングダム18 in 東京ドーム。 IWGP 世界ヘビー級王者真田 VS G1 クライマックス覇者内藤哲也。ドラゴンでの大合唱、皆様楽しみにお待ちください。真田はますます爆心します。